せーの、おっす。作新太郎です。作新太郎です。前回、相手上げの動画を上げたじゃないですか。で、今日はその逆で、相手下げっていうか、相手落としっていうか、なんていうか分かるんですけど、こうやるやつがあるじゃないですか。こう落とせる。そうそうそう。で、それをちょっと教えてもらおうかなと思って。これ、結構、ジュリちゃん苦手やったかもしれない。自分がやるんですか。あ、まあ苦手です。苦手やね。めちゃめちゃ苦手。で、まずは、普通に、こう出してもらって、はい、ダンと、ダンと落とせるんですね。そのまま、重さ。ああ手の重さ。で、次が、はい、ここへ軽く、手の力を抜いて、そっと置いて、で、この手の圧、ここ変えないで、例えば、膝を抜く。これは膝を、膝を抜く。膝、膝、で、膝よりも強いのは昔やったと思うけど、骨盤、全然違う。で、これをやるときに、はい、やる瞬間に、キュッとこの手の力入れちゃうと、いかに全然止まる。力が止まっちゃう。自分の中に力が止まっちゃう。だからこのまずこのおお、落とすこの手で、はい、そっと置いて、はい、で、この手変えちゃいけない、それで、膝を手を変えないそうまずこれ、これがやるんですか。来るけど力入れてる、はい、違う、これはだよね、こういくんですか。あ、今の方がいいやっぱやろうとせんとくね。そうね。おお、来た来た来た。これ膝に使ってないですか。使ってない。こう使ってない。使ってない。もうまずこの自分の手の力で抜くっていうか、この重さ。これはなんと重さない。これをそっと置いて、多分何も手使わない。この手使って置いたら、もう出てきたの。どうぞ。これか。膝抜き。この、ここ、まんまで、手が、膝の向き来てる。膝の向き来てる。そう。動いてるんですか。うん、手の置き方がない。手の置き方がない。あ、これやばい。で、変えずに。そう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 。ああ、そうそうそう、これ。はーん。手の向きです。うん。変えずに。これがまたちょっとやばい。ああ、結構そう。そうそうそう。そうそうそう、あれは全然違うかもしれない。だからそれをちょっと手出して瞬時につけて、この手をドロンってで、ゆっくり置いてもこのダラーンと落ちる感覚っていうのをここで預けちゃう、いかなでもこの手が出やし、おお、来た、でも膝の抜けない、なんか先生の見てるとこう足、あんまつまんこうやってる感じなんですか。手だけでやります。手だけ。この手で。はい。今。ああ。これ、なんか上級者ですか。達人で。入ってるところを感じてそっちに
抵抗できないんだけど、これ全部抜かれると、あ抵抗できない。すごい。乗せ方はないけど、ちょっと少し入ってるよね。これ入ってる。でもまあ、燃え方があるで、そっちを感じると崩れる。見た。だから本当にだなーっていう、だからこっから先もそうなんやけど、こうだし、これでもいい。おー、強い。これどう思うんですかね。これで、これも、あー、しかし、重たいでしょ。片手でも、あー、重たいでしょ。やってた。やれる？わかんない。これもこうやる感じってことですか。そうそうそう。Ha ha ha!
ありがとうございました。暑い。